ラジオ始まりました。前回62回だなというホラーを吹いてしまったよく見たら、よく見たら53回だったあらーみたいな。谷さんじゃないけどすぐ達成しちゃうからあと60回まだ先ですそう、もうすぐ8いただいて本当にありがとうございます。皆さんの、 あの言葉や応援支援がとっても励みになっております。そうそう、聞いたよとかね、そうそう、 ね、 ね、言っていただけると、あとコメントも本当にいつもありがとうございます。スーパーサンクスもありがとうございます。とっても嬉しいです。そして今絶賛売り出し中、神様の使いこなし方です、魔女っ子うたしちゃんのとてもかわいいジャケットになっております。大阪での3時間以降、ね、笑い声いっぱいの、ね、そしてこちらに伴ってスタンプとし、売り出しております。ありがとういっぱいですので、こちらもお使いいただければ、季節にぴったりですので、ハロウィンとこの かぼちゃのスープや、このイチョウやこれに似てるのとか、もうたまらないコスモスのありがとうございます。おにぎり食べてる姿やパートさんのおかげですよ。この CD ジャケットで終わるかと思ったら、思わぬ形でね、いやいやいや、魔女っ子うたしちゃんが誕生しました。あれ、このキャラクターはもう際立ってるからもう絶対ハロウィンの時期は出てきましょう。毎年抜くもすごい楽しそうに素敵だね、動きによって ね、 ね、満面の笑み、満面の笑み。そしてこれに伴ってさ、セイカーさんがあの小槌を持って、うちでの小槌、ね、の小槌。これ私靴で、あったんです。ね、昔ね、そうそうそう、レイさんでありましたよね。そうね、組み立てるの結構楽しいんですよね、折り曲げて。あったあった、あれすごい良かったですよね。あれが欲しいわって言ってるからもすごいあったので、ね、そのなんかここに書いてくれたのがすごく嬉しい。そしてね、あの焼き芋がいっぱいあるの焼き芋ねこれがなごなごするなと思って、ね、食欲の秋や読書の秋がいっぱい、芸術の秋も入ってるし、本当に素敵なスタンプとシールになっております。ぜひぜひウタシショップさんでお求めできます。そしてこちらのスマホの背景画面でリンダーシップもあの入っていただければ、こちらズームのあのサロンもありますのでお待ちしております。はい、そしてあの味方とアドバイザーが直近では10月24日27日の京都府、京都市で行われる亀甲さんの味方とアドバイザーがありますので、こちらもぜひぜひあの大人気でございますので、なかなか京都でできないですので、夜もとっても楽しいと思います。観光もできるし、ぜひこの機会に受けていただければ終了書もお渡ししておりますので、メールのためにもなると思いますの で、 で全国からね、私の方も集まりますので、本当に一生の友になると思いますので、お一人で受けられても帰る時は仲間がいっぱいみんな大切になっていきますので、一人でももうね、もう全然大丈夫。もう全国から私仲間が集まってくる、皆さん同じ方向を向いた仲間ばっかりなので、ね、分からないことがあったらいろいろ相談し合ったりとか聞くこともできるし、ね、高島亮さんともずっと一緒にいられるので、いろんな質問もできると思いますので、自分が今疑問に思っていることとか、これはどうかなって思っていることもお話しできるし、また味方とってすごく一生続くものなので、これを取ってからこそ味方堂の勉強が始まっていきますので、まあ、全国で、ね、やっていきますので、どこで受けられてもいいと思うんですけれども、直近では京都ですのでおすすめいたします。お申し込みお待ちしています。オンライン、そうですね、あの旅先案内の鶴田真理子さんのお話が2025年のスケジュール出ましたので、なんと後楽園が始まったお話から、はい、ねー、すごい後楽園、ね、さんならではですよね。そうなんです、始まりの話や、あの結婚式、交流会、セイガーさんのあのとんでもないお誕生会すごい天使のお誕生会
やら、ね、あのスタッフさんならではの話を聞かせていただけると思いますので、うん、はい、もう本当に後楽園といえば鶴田真理子さん、うん、本当にそう、旅先遊びの鶴田真理子さんのお話が、うん、あのたくさん聞けると思いますので、来年は、うん、そして壱岐の旅もあるし、高野山と伊勢の旅もあって、うん、で12月はいつも聖火さんとのクリスマス会もあったので、こちらのお話も聞かせていただけますので、ぜひ年間を通してお申し込みいただけますので、こちらもお待ちしてます。そして聖火塾師範代の長者様養成講座2025年のスケジュール奇数月でいただきましたので、こちらもゆるっと楽しい会になってますのではい、一緒に長者様になっていきましょうという回です。そしてそしてゆりかご言葉エピソード集、今続々集まってきておりますので、ねえ、すごいですよね、皆さんの実践のお話が、ねえ、あのたくさん書いていただいて大丈夫です。まとめて送っていただけましたら本になって来年の6月くらいには本になりますので、うんうん、ね、ぜひぜひ SKP の方へ送ってください。テーマにこだわらず、ね、そう、テーマにこだわらず、ね、大丈夫ですよ。実践したこととか、うん、気づいたこととかね、何でも気軽に書いていただいて、ね、うん、あのゆりかごから、うん、あの関連できる癒しだったり安らぎだったり、うん、あなたにとって心地いい言葉だったり、うんうん、そういったことに関連付けて書いていただいてもいいですので、うんうん、降りてきたもの直感を大切にして、うんうんうん、それで、ね、書いていただければ、うん、あのせっかたにお手紙を、ね、書く感じで書いていただければ、うん、あの届きますので、本人もなりますし、あの名編集者がおりますので、そうそう美しく整えていただけますので、ね、あの勇気を持って出してください。ね、11月30日が締め切りですので、はい、はい、そしてせっかさんのお誕生日、うん、じゃなかったおごめんす、うん、10月12日が来ますので、うん、ね、この生きる大事死ぬ大事、うん、あのこちらの DVD とかもありますが、うん、本当に聖火さんはもし亡くなったらどうしたらいいかっていうのをこういった DVD に語ってくれてるんですよね、うんうんうん、もし不良の事故で亡くなってしまったなら、うん、はって、そう、ありがとうって言って、ね、フィルム前にも横にも後ろにも見られるの、ありがとうって今上に上がれるっていうのをすごい語ってくれてる。聞いてるのと聞いてないのじゃ全然違いますよね。あれって迷わないですね。迷わないです。全国民に聞いてほしいっていうぐらい、うん、そうそう、その場で動けなくなってしまうからっていうのをすごい話されてたので、うん、死ぬことだけじゃなくて本当に何もない時に聖火さんのいろんなこの宇宙法則とか、これはあのそうなった時ってやっぱり心がもうシュンってなったりすると言葉って入ってこないんだけど、もう何でもない時にこういう勉強しとくと、ああのことだったのね、このことだったのねってつながることがなくなって、自分の身近な人や身内や大切な人が亡くなるじゃないですか、永遠にみんな生きてる方はいないので、その時に聖火さんのそのパニックを起こしてどうしようもない時に、体が楽になってよかったですねって、あの一言はすごいですよね、すごい、あのマキちゃんとあの一言、ね、あれに残してくださって、ああそうかってね、宝ですよ ね、 そういうのをあの私仲間の方たちがみんな聞いて、うん、私は聞いてなくてもその方たちが聞いて、うん、あえてエピソードに残してくださってるから、うん、私にとってはバイブルなんですけど、エピソードですよ、うん、あこんな時はどうすればいいんだっけ、うん、と思ってパラパラめぐって、ね、誰かに伝えてくれてるよね、誰かに伝えてくれてるんですよ、そうそう、先輩たちの言葉がすごく、うん、すごくこう宝のように生き返ってくるっていうか、うん、あこんな風にお話しされてたんだな、こんな質問してくださったんだなっていうのがすごいありがたくって、やっぱり経験した人じゃないとできない質問じゃない、うん、私たちはまだしてないけど、 そ、うん、その前にそうなの、うん、それを体感して、そう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 、こんな時はどうすればいいんですかって、うん、多分千田さんに電話するとものすごい勇気がいるし、質問、目の前に質問するのもものすごく勇気がいると思うんですよ、
私も、あのね、ニコニコしてらっしゃるけど、やっぱりバサッて切られるときは切られる。切られる人たちがいっぱい見てるので、その貴重な一言を、あの、教えていただけるっていうのは本当にありがたいなと思って、あの、言葉が短かったとしてもすごく深くって、深いんで、それでなんか、気持ちがパーンって上がるんですよね。あの、もうほんとこう悩んでたものが、あ、そんな風に考えればいいのかってこう、別に状況変わってないですよ。死んだっていうのも変わってないんだけれども、ああ楽になったのかって、展開でね、みんなと会ってるんだなって、懐かしい人たちとって思うだけで、気持ちがこっちがふわーってこうほどけていくので、あれは本当にありがたいなと思うんですよね。そしてまた、あの、そう、亡くなったとしても、うん、あの、キーコさんが言ってくださった、うんうんうん、あの、空気で、水蒸気で ね、 でね、つながっているから、あ、いや、最後にありがとうって言えなかったよ、私って思ってそうそうそう、あの、今言え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 ばね、出て、そしたらこう、そうそうそう、言って帰って言って、そう、だから、後悔がないっていうか、そう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 、だって今、今大事にしてれば、うん、そう、その体感スナックでね、あのさっき言ったあの農家のあれをしてた時に、うん、私自分 の、 あのお父さんが亡くなった時にありがとうって言えなかったんだって言った時に、あ、先輩さんがねってこう言ってたよって教えて、画面越しに教えてあげた、その水蒸気で繋がってる画面がありがとうって今通じるよって言うそうそうそう、例えば離れてもらえたりとか、まあ、コロナであったりとか、うん、本当にこう面会者であったりとか、うん、ありがとう伝えられなかったっていうのが、うん、いっぱいあると思うんですよね、うん、そう、そういうのもなんかそれでつながってるから大丈夫ですよって教えてもらったのはすごくありがたかったなと思うんですよね、うん、あの、サバ会によく参加してくださってるお客様でも、うんうん、親が、うん、あの、亡くなった、そう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 、親孝行が始まるって、それに励まされたって、元気づけられたって、ね、あの子は私の子だから、あの孫は私の子だからって、家で見てるからっていうので、だから今をどう生きるかに徹すればいいんだよねっていうので、だからね、ほんと清官さんの本読んだり、あの YouTube 見たり、その DVD や CD 聞いたりして、うん、残念とかがっかりとかっていうのが一個もない、一個もないのはすごくないですね。私本当に YouTube 作るじゃないですか、うん、音源を、うんうん、で、まあ、20分とか30分とか15分とか短い尺でも長い尺でもそうなんだけど、うんうん、どこを切り取っても素晴らしい内容ばっかりで、うん、確かにすごいです、ね、本当にすごいと思います。私、あの、パソコンで、はい、今はちゃんと 1,2,3,4,5,6 って順番に聞けてたんですけど、うんうん、ちょっと前までは、うんうん、5,4,3,2,1 って、あ、それがずれちゃって、シャッフルされちゃってね、シャッフルされてるんだけど、ミックスリストみたいな、全然ね、おかしくない、わかるわかる、全然おかしくないの、そうなの、どっからでも繋がっていけるね、あれ不思議、あれって思わないの、本当にね、編集するときとっても助かるんですよ、どっから切ってもつながるっていうのが、うんうん、うね、全然ね、あれって思わないで、ふーって聞けちゃうのがね、すごい、あれは本当に助かります、皆さんのお話は、あの、声が淡々としてるからすると助かるんです、そこに、ね、あの、すごい抑揚があったりすると、うんうんうん、それができないですよね、つながらなくなっちゃって、うんうんうん、ここでなんとかでみたいな感じにされちゃったら、うんうんうん、あらーってなっちゃう、本当にこう淡々とこうお話をされてるから、それが本当にこっちがこうイメージをかきたてるっていうか、うん、こちら側に ね、 ね、あの、話してくださってありがたいなっていつも思って、そしてまたそのお話ぶりだから、うん、眠りも誘うじゃないですか、眠れない夜はこれを聞いて、不安な夜はこれを聞いていただければいつの間にか眠ってしまって、そうそうそう、本当にもうなんか悩
か細胞が緩むんですよね、この細胞の一つ一つがにちっと詰まらないっていうか、ふわーんってなって緩んでいく、なんか細胞も喜んでる感じがするなぁと思って、声を聞くだけで安心感すごいですよね。それが高島さんだったんで、ってきてすごく忙しいはずなのに、ものすごい忙しさの中で、だって昼は講演会、夜はズームでてツアーに行ってって感じなのに、あのね、お会いするったりズームで会ったりするとゆるっとするから、ね、時々エスケープにフラッと見らっしゃって、その時もなんか何も背負ってないんですよね、あの背負ってなさすごいですよね、あの高島亮でございみたいな感じじゃないかな、全然違うじゃない、あの来ちゃいましたみたいな感じで、だってあのトントントン叩いて、はいって郵便局の人かな、一歩引くのよね、こうやって振って、そろそろ来る子のかなっていう、4時過ぎあたりにコンコンとすると、あれ、あらーって美味しい和菓子を持ってきてくれて、ねえ、あの謙虚な姿がすごいなと思って、すごい静香さん、それも分かってて、ね、分かってて、りょうさんをご指名したんですよね、なんかこう軽いんですよね、軽いっていうか、そのあの爽やかで、このなんなんだろう、いろんな責任とかあると思うんですけど、その背負ってないんですよね、なんか軽いっていう、その、我がないっていう、そう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 、業みたいな業がね、そうそう業ね、これはすごいですよね、すごい、本当はすごい人なのね、止まらない、止まらないのか、どこかで取り除いてるのか、どうなのか会う人会う人味方になっていく、ね、感じです。いや、だから使っていいじゃないですか、アストラルタイプ、わアストラルタイプ、あの玄関のところで今からくっつったっていう、そう、だから話す内容運命よりも、それのアストラルタイプを使ってこう、もう会場にいるみんなを自分の味方につけてしまうっていう、もう技を身につけて、セカさんも足を運ぶことをとっても愛大切にされてますよね。すっごい喜んでくださるの。そうそう、だからやっぱりその体感する、同じ空気を感じる、そして運はどうより上手で、あの編集者さんたちもみんな自分の元へ来ることをすごく大事にされてたから、そういう方を率先して本を出していきましたよね。後楽園に追っかけてきた編集者さんも、赤木も別の方、それから赤木は2人ぐらい追っかけたし、伊藤もね、最後亡くなる直前の斉藤さんなんかも朗読して、夜中中朗読して朝一番で帰ってくるんですよね、あの行動力っていうか、熱量っていうか、まずその編集者なんか不安になっちゃうから、聖刊さんの そこがやっぱり大きいですよ、この方の本を出したいっていう、そしてそれがもうずっと続くっていうか、出して終わりじゃなくて次も次もって、あれはすごいですよね、亡くなってからもね、まだに続いてるのがすごいですね、本当ですね、なんか言葉がこう何十年経ってやっと分かるっていうのもあるから、あれはこういうことだったんだねっていうのが分かると、こうなんか離れられないです、やっぱり聖刊さんだよねって戻ってくる方が結構いらっしゃる、本当に多いですよね、そうです、あの人さんさんにしてもそうで、一周回って戻ってくる人みたいな、あれが面白いなと思って、でだから聖刊さんがあの講演会とかで、なんだろう、10分だったら払い戻して行ってもいいですよみたいな、講演会の時に言ってらっしゃる時とかあるじゃないですか、その時に、ああって、あの方は
ちょっと行方不明だったかもしれないけど戻ってくるかもしれませんねみたいなことを言ってたから、そうだからやっぱりこれがあればまた会って戻ってきてっていう感じで、別に早く立ち上がって行ってしまったとしてもそれはそれでいいんだなと思って。そう、なんか前回さ来るものを拒まず去るものを忘れて、本当に立ったと受け入れて、でも本当にこうきちんと挨拶は大切にされてました。そうですね、そう、それとその初めて来た方に対しての優しさ、そう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 、優しさ、でも初めて来た方がどれだけ不安だっていうのを分かってるんですよね。これは一体どういう会なんだろう、私のママって何なんだろうっていう、あの不思議な会、また立たされたくないとかって、そうよね、何もない人は来ないから、そうだったんですよね。ここまで来るといろんなあのセミナーを受けられて、成功セミナーとかいろいろいろんなセミナー講座を受けられてきてるから、その不安を一つ一つこう取り除いて、大丈夫ですよここはっていう結論だし、大丈夫ですよっていうのを口で言えば言うほど怪しくなっちゃう。あるある、ここ怪しくないですよ、大丈夫ですよって言うと、みんなこう入り口の方にずっと行くから、それよりももうなんか自分たちのそのにこやかな姿を見せたり、ね、ありのままの姿を見てもらった方がいいのかなって、うん、自然体ですね。そうですよね。セクさんご自身がみんなと一緒に食事をされたりとか、同じお風呂に入ったりとか、あれはすごいですよね。合宿をやってなかったっていうのと、いや私本当に5時間講座、プレジードさんの5時間講座でみんなと一緒にお弁当を食べられたのにすごいびっくりして、普通はなんか、ね、作家さんってあの控室があって、まあ、食事を取られるとしてもそこで食事を取られて終わってくるみたいな、1時間ぐらい休憩取られて、そういう感じなのかなと思ったけど全然違ってたので、ちゃんとその子みんなの方向いてるところで、そのみんなの方向いてご飯食べてましたもんね。しかも列車はグリーン車に乗らなかったっていうのもすごかったし、あの一番びっくりなのは、あの伊東の合宿で同じお風呂に入られる、同じお風呂に入られるんだっていう、うん、ね、あれはもうすごいことですよね。本当にみんなと同じ変わらないスタンスを大事にされたっていう、それも最後まで貫かれたっていう、高島さんもいてたんですよ ね, ね, ね。そう、それとその青函さん の, その講演会の金額、本当にあの変わんなかったじゃないですか、ね、多分だってね、やろうと思えばそういくらでも値段上げられ上げられますよ。あの人気だったら、ね、ビルが建ってもうるさいね。そう、あれは素晴らしかったと思います、ね、3000円で一般の講演会ね、3000円、わわわわわわわ、京都大原ね、よく歌いましたよね。3時間講座で5000円か6000円でしたよ ね,、うん、そうですね。5時間講座がお弁当付きで1万円、本当買えなかったですね。アドバイザーってあのことで4万円か5万円だったじゃないですか、うんうんうん、すごい100人とか集まっちゃうんですよね。はい、すごい。でも味方とアドバイザーはまた濃い、うん、4日間、うん、こう一緒に同じ、うん、なんて言うんだろう、濃い時間を過ごせるから、うん、本当になんか、うん、また講演会とかちょっと違う ね, そうですね、絆ができますよね、うん、いやもう濃すぎて脳が沸騰しましたもん、うん、いきなりなんか宇宙の銀河系の話が始まって黒板でえぇって途中まで追うんだけど ね, ね、途中からもう拒否してる、眠くなっていく銀河系の話、もうこれ大学の講義みたいな、ね、延々と聞かせていただくんだけど、初めての情報なので今まで聞いたことのない話ばっかり、またその5時間講座全然違ってて、脳がねすっごい沸騰しちゃって、
って、うん、そこでバタバタ倒れる人たちがいっぱいいるんですよ、後楽園で。1日目の半分も出られなくて、ね、ずっと寝てたっていう人もいたから、脳って沸騰するんだなって初めて聞く情報って、うん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 、すごい、なんかキャバを超えちゃう、そうキャバを超えちゃうの、あと熱くなっちゃって、でもそれせいかその目も一つにないあとスーツとか全部覚えてて、ね、なんなんでしょうね、この目の距離がとかすいません、ね、そうなんかあの星の王子様に出てくるなんかなんだっけ、あのバクみたいなこうゾウさんみたいなこういう形のものを描いてもうすごいあの記憶、いやそういうあの素晴らしいお話が、うん、今度は聖火塾師範の高島亮さんからも方とアドバイザー、うん、講座も聞けますので、うん、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひぜひ参加してみてください、参加してみてください、終了書もついてきますので、はい、はい、じゃあまた撮っていきたいと思います、ありがとうございます、また聞いてね、つらい時のおかげで幸せ感じる時くる、幸せだな、幸せだな、ありがとう、ありがとう。